決してその偽物では出せない上質感というものをこの本物の赤瓦が一番象徴しているものなんだと。伝統文化を守ろう、その守る気持ちが町並みを守ろう、島を守ろうという形で来てると思います。沖縄の伝統的な住宅がその歴史的文化的だけではなくて、いかに優れたハイテク建築なのかみたいなことを説明するっていうこととともに、あのハウジングをあえて学校の前に持ってきて地域と の連結点として配置しているんですね。仙台から連れてきたこう伝統の仕事をですね、私誇りの持ってやってますので、できるだけ絶やしたくないし、まだね、私沖縄の観光のためにもね、景観のためにも、まあ、提供していけたらいいなと思ってやっております。